ケテルを手にかけ、ルシファーは姿を消しました。このまま野放しにはしておけません。サンダルフォン、メタトロン、一刻も早く堕天使ルシファーの居所を突き止めるのです。くれぐれも我々の関係は漏らさぬよう。オーブよ、トワニ秘密のお仕事は私たちにお任せ。あ、ハモっちゃった。お別れだ、フリエル。どういうこと？ルシファー！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 眠り続けていたんですよ。一週間も。あれだけの戦いの後ですから。ルシファーは？そう、ダメです、安静にしてないと。私だけ休んでられない。それに早く展開の様子は知っておきたいの。気をつけて運べ。ウリエル様だ。苦労をかけるな、引き続き頼む。もう今日はこの辺にしておきませんか。私お腹空いちゃって。ありがとうラファエル、気遣ってくれて。でも見ておいた方がいいと思うの。結界がなければこの程度では済まなかった。ルシファーが守ってくれなかったら私も。扱い方さえ謝らなければオーブは永遠の恵みをもたらすものなのに。ルシファーさんもこんな使い方はしたくなかったでしょうね。ウリ君、復活したんだね。すっごい心配したんだよ。一発殴らせろ。何言ってるんですか。冗談冗談。冗談で狂気出さないでください。ミカさんはいつもいつも、まあ、二人とも神の声を伝えていたケテルがいなくなって不安の声が広がっています。十天聖は展開の最高機関ですからね。その一人が死んだとなれば。他の天聖は何してるのさ。まだ9人もいるんだから一人ぐらいヘルプに来てくれてもいいじゃないか。天聖が死ぬなんて前代未聞です。措置を決めかねているんじゃないでしょうか。そんな顔しててどうするの。神の声が聞けない以上、私たち大天使長が道を示さなくちゃ。ウリエルさん、まずは町の復興に努めましょう。私たちが率先して動いてみんなを安心させるの。くぅー、さすが僕らのウリエル様、なんとかなるような気がしてきたよ。誰がこんなことを。兵士の中にはルシファーさんに強い憎しみを抱く者もいます。町をぶっ壊して天聖を殺した反逆者ってね。やっぱり本当のことを言いましょうよ。悪いのはケテルの方なんだって。その話はしたじゃないか。ルシ君は無実を訴えることなく姿を消した。この状況がルシ君にとって好都合なら
その邪魔はしない方がいい。そうですけど。実は気になってることがあるの。私を見捨てるつもりか。ケテルに仲間が。じゃあルシ君はそれを追って。おそらくまた一人で戦うつもりなんですか。きっと私たちは思ってのことです。ルシファーさんらしいじゃありませんか。私たちもすぐに調査を始めましょう。訂正に紛れ込んでいたくらいよ。敵はどこにいてもおかしくない。僕たち以外みんな敵だと考えて動くべきだろうね。信じられるのはこの4人だけ。ウリエル様、どうした。魔族が100万にも迫る大軍とのことです。なんでこんな時に。とにかく急ぎましょう。100万も相手にするなんて初めてだよ。天空火山の戦いが30万、国土平野の合戦が50万でしたっけ。新記録更新だな。気を抜かないで。ルシファーがいない分各自の負担は大きいのよ。その方が燃えるじゃないか。ピンチに輝く黄金ハートってね。そうですね。どういうことですか。派手に行こうってこと。みんな行くぞ。はい。Yeah.